では、講義内容のポイントを説明させていただきます。1、外国人雇用準備を入国前と入国後で理解する。2、外国人を雇用するにあたっての面接方法を理解する。3、外国人雇用は日本人と雇用と変わらないことを理解する。4、必要な教育マニュアルを理解する。5、外国人から見た日本語の難しい内容を理解する。6、コミュニケーションの取り方の注意事項を理解する。これら6項目のポイントを押さえて、講義内容を進めさせていただきます。